パーフェクトダークは Windows で動作するファイル共有ソフトである。会長と名乗る匿名の人物によって開発され、最終的には w i n n や Share の後継となり得るものを目指していた。PD と略されることも多かった。現在、パーフェクトダークは開発中でテスト段階のものであるので、利用者のつもりではなくテストに参加するつもりで運用することが求められる。また、報告。 議論を行うときは、開発に有用な形にするよう努めることが求められる。w i n n や Share と比べて、回線速度や HDD 容量等の要求スペックが高くなっているが、2000年以降の一般的な PC スペックであれば容易に満たせると思われる。w i n n に類似したファイル共有ソフトの一つであり、ファイルを Unity と呼ばれる独自形式のデータに変換した上で、 p に p で構成されたネットワーク上を流通させる仕組みを持つ。制作された初期は、総価学会の名誉会長の名称で運用した方が良いという意見が多くあったが、現在の形に落ち着いた。アイコンはシェアが採用した笑い男に似たマークを参考にして、広角機動隊 SAC セカンドギグの個別の11人に似たマークが一時的に使われていたこともあった。 パーフェクトダークの最大の特徴は、高い検索能力を持つことである。ネットワークの規模が拡大しても、検索能力を維持できる DKT と呼ばれる仕組みを持つため、ノードのクラスター構築に頼る必要がなく、実装していない。そのため、クラスターキーワードの入力及び切り替える手間が省ける、上に、ジャンルの異なった複数のファイルを即座に検索する、ことも可能となった。 シェアでは事前に目的のファイルにあったクラスタキーワードに設定する必要があり、またキーワードを切り替えてから実際に効果が出るまで時間がかかる問題がある。高い検索能力を活かすためツリー検索と呼ばれる概念を導入しており、検索と同時に柔軟な絞り込みを行うことができる。キーワードを直列につなげば絞り込みが可能で並列に分岐すれば、 同時に複数の検索が可能であり、これらは任意の箇所で組み合わせることができる。この柔軟性に加え否定条件も備えるためフィルタの機能も兼ねることができる。ウィニーやシェア以上に公平な負担を重視しており要求するネットワーク帯域と HDD の容量が増加しているほか、保持する Unity が少ないうちは、 自分で指定したファイルのダウンロードが制限され他のノードへの貢献が優先されるようになっていて将来的に流通するファイルの量がパーフェクトダークネットワークの許容量を上回ることが予想されたための処置としているがクラック版の流通によりユニティ負担が不要になり有名無実と化しているネットワークの設計は ファイル共有以外の機能も見越して行われており、フローと呼ばれる簡易掲示板機能やボードと呼ばれる掲示板機能が実装されている。また、ネットワークの設計について、作者が DKT DHT10 と呼ぶ機構があり、実装されている。細かい点では、アップロード用フォルダの概念がないこと、評価機能を備えること、条件に合うものを、次々と見つけ次第ダウンロードする。 自引機能がない等の w i n n i との違いがある。自引機がない代わりに、一度検索欄にキーワードを入力しておけば、自動的に更新され、ファイルの情報が蓄積される仕様となっている。それぞれ、分散キーワードテーブル、分散ハッシュテーブル、分散ユニティを示し、これらを組み合わせた構造のネットワーク構造を指す。DKT は主に効率的なファイルの検索機能の、 提供のために用いられ、DHT10 は主に効率的なファイルの共有機能の提供と匿名性の強化のために用いられる。Perfect Dark は分散ハッシュテーブルを部分一致検索に対応できるように変形した分散キーワードテーブルを実装している。これによりノードのクラスタ構築を行わなくても十分に効率的な検索を実現することが期待される。 ノードのクラスタ構築は効率を増すが、しかし、各ノードが同時期に検索できるファイルを絞り込んでしまう欠点がある。そのため、パーフェクトダークでは分散キーワードテーブルによる効率向上を前提として、ノードのクラスタ構築は採用していない。各ノードは利用者の操作と関係なく、ブレーンキーワードと呼ぶキーワードを一つランダムに決め、ブレーンキーワードと関連のあるファイルの仮身を、 重点的に集めるようにする。これにより、パーフェクト、ダークネットワークの各濃度は分担して仮みを持つようになるため、ネットワーク全体で扱える仮みの数が大幅に増える。ファイルを検索するときは、検索したいファイルと関連のあるブレーンキーワードを持つ濃度に重点的に問い合わせる。このとき、求めているファイルの仮みを持っている可能性の高い濃度は、 ブレインキーワードを参考に絞り込めるため無駄な問い合わせを減らすことができネットワークへの負担を減らすことができるブレインキーワードは他のノードのものも含めてツリー検索に入力した単語やファイルに付加したキーワードの中からランダムに選ばれる現在のバージョンではすでに表示されないためユーザーが意識することはない公開検案号を利用した多段中継によって 情報の発信元の匿名性を維持するトアのアルゴリズムを利用したパーフェクトダークネットワーク内のコネクションであり、バージョン1.17で実装された。ザ・トアプロジェクトによるトアネットワークとの互換性はなく、あくまでパーフェクトダークネットワーク内における接続の一つである。現在はファイルの評価と簡易掲示板であるボードのメッセージの送信に用いられている。 ネットワーク全体の濃度数について、ネットエージェント調べによると2009年、お盆期間中の平均濃度数が約5万1000。GW 期間と比べると約137%で、国産の P2P では最も増加率が高かった。しかし現在は、ビットトレントの普及により急速にユーザー数が減りつつある。作者は、ハンドルネーム、 会長を名乗っているがにチャンネル等ウェブでは発言していない。ウィニーとシェアとは異なり技術的な仕様はほとんど公開していない。パーフェクトダークはネットワークの構造上、各濃度の多濃度への依存性が強く、クラックに弱い原因となっていて、現行バージョンもクラック済みである。ありがとうございます。